モハンマド・シャーは、ガージャール・アサ、第三代シャー。1834年10月23日に即位し、死ぬまでその地位を占めた。生まれた、サイの名前は、モハンマド・ミールザーと言った。モハンマド・ミールザーは、アゼルバイジャン地方を統治していたアッパース・ミールザーの子供として生まれた。もともと、ファトフ・アリーシャーは、アッパース・ミールザーを、 自らの後継者として指名していたが、ファトフアリーよりも先に、アッパース・ミールザーが病死してしまう事態が起きた。そこで、ファトフアリーは後継者に、孫のモハンマド・ミールザーに指名した。指名した翌年、ファトフアリーが病没すると、ファトフアリーの子供の一人であるアリー・ミールザーから、大いの挑戦を受けたが、政治家、科学者で詩人でもあったファラハーニーの協力を得て、 40日後には、その挑戦を退け、モハンマドシャーとして即位した。モハンマドシャー・ファラハーリーは、この功績により、大倉大臣に任命された。しかし、1835年には、ハッチ・ミールザー・アガシによる調査が行われ、彼は大臣の職を解かれた。モハンマドの統治は、ミールザー・アガシの政策に、大きな影響を受けた。モハンマドは、 ルイ・フィリップが統治するフランスに施設を派遣した。その目的は、イギリスの勢力範囲になっていたアフガニスタンヘラートを攻略するためであった。1839年、フランスから2人の軍事顧問が派遣され、タブリーズに到着した。しかし、モハンマドの試みは失敗に終わった。モハンマドは、生涯を通して、いろんな病気に悩まされたと伝えられている。 40歳の時に痛風になって死亡した。モハンマドはロシアの影響を受けイランを近代化し西洋化を進めようと試みていた。その事業はナーセロッティンシャーに引き継がれた。また、モハンマドの近代化の努力によってイランに写真が移入された。この時代にはラッカーによる絵画が描かれた。この時代にはペルシャの象徴として獅子と太陽が用いられ始めた。 モハンマドの時代には、バーブ教の活動が活発になり始めた時代であった。バーブ教の活動は、ナーセロッティーンシャを悩ませることとなる。ありがとうございます。